伊佐尾新法研は、三重県松阪市出身で木瀬部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、白塚元究、愛称は白地。身長193センチメートル、体重231キログラム、血液型は A 型。最高位は西重量6枚目。幼少期には寒水流のフルコンタクト空手を習っており、中学校進学以前にすでに100キログラムに達する。 巨体であった。松坂市立久保中学校、三重高等学校を経て、旭大学に進学。高校在学時は、柔道部に所属していたが、相撲部の試合にも出場して、国体の三重県代表に選ばれた。大学4年生時には、第66回西日本選抜学生相撲大会で、個人の部準優勝、全国学生相撲選手権大会個人の部では、ベスト16など、 活躍、大学卒業となる2007年、3月場所新弟子検査を受験し、合格、各界入りした。決して競合とは、言い切れない朝日大学の出身である白塚は、ここなら伸び伸びやれる。と確信して摘セベアを選んだという。朝日大学相撲部からの入門は、朝日森ことの花、池原こと青空に続く3人目。全モーデに連勝して、 新女一番出世を果たし、翌5月場所以降7場所連続で5勝2敗もしくは6勝1敗の、好成績を収め、女の口は1場所、女二段、三段目は、それぞれ2場所で通過し、2008年7月場所では、全勝優勝すれば十両昇進も可能となる、幕下にし11枚目まで番付を上げた。しかし、 その7月場所では3勝4敗で入門以来初となる負け越しを経験。翌、9月場所は、幕下西17枚目に番付を下げたが5勝2敗とし、11月場所も連続で勝ち越し、2009年1月場所では、自己最高位の幕下西5枚目まで番付を上げた。迎えた2009年1月場所は、自身入門後最低の成績となる2勝5敗で、翌、3月場所には、 幕下東17枚目まで番付を下げたものの、それまで本名の白塚から特進法の四個名に改名した。同場所は5勝1敗で迎えた13日目に全勝の大勝山を破り、自身を含む8力士によるトーナメント形式の優勝決定戦に持ち込み、決定戦3連勝で各段通じ初の優勝を飾った。 幕下西2枚目で迎えた2009年7月場所では5番、取った時点で4勝1敗と勝ち越しを決め、その後連敗し4勝3敗で終えたものの、幕下陥落に相当する成績の力士が3名いたことに加え、手島の引退により、昇格枠が一つ空いたことなどが幸いし、7月29日に開かれた番付編成会議で、9月場所新十両となった。 新十両で迎えた2009年9月場所は12日目の時点で3勝9敗を喫し、その後千秋楽まで3連勝し最終的に6勝9敗とは、したものの幕下上位に十両昇格相当の成績を収めていた力士が多かった関係から1場所で幕下へ陥落した。2010年3月場所で十両に復帰し、7勝7敗で迎えた同場所の千秋楽で、 小天狼を寄り切りで破り、重量で初の勝ち越しを決めた。この関心重量当時に220キロあった体重を20キロ以上絞ったという。翌5月場所では自己最高位を更新する西重量7枚目に在位したものの、同場所以降3場所連続で負け越し、東重量9枚目に在位した2010年9月場所では序盤から星が伸びず、 4勝11敗と大敗し、再び幕下に陥落。2012年1月場所に2度目の最重量を果たして以降は9場所を連続で7から8勝を推移していたが、2013年7月場所に10勝5敗の好成績を上げ、翌9月場所は自己最高位となる西重量6枚目まで番付を上げたが、7勝6敗から14日目、千秋楽と連敗で負け越し、 以降も、一進一退の成績が続いたが、2015年、1月場所は西重量12枚目の地位で5勝10敗の大敗を起死し、これによって重量中位から位を推移して19場所、連続で守り抜いた関取の地位を3度手放すことになった。幕下に2場所在後、2015年7月場所に、西重量14枚目の地位で重量に復帰した。 西十量十枚目で迎えた二千十五年、十一月場所では不審にあえぎ終盤の六連敗で四勝十一敗。これにより二千十六年一月場所から四度目の幕下陥落。以降は幕下上位から中位に在位し続けていたが、二千二十年三月場所東ばっか十七枚目で三勝四敗と、負け越し、翌、五月場所は二千八年一月場所以来の三段目と、 なった2020年6月1日、日本相撲協会は特進法から提出された引退届の受理を発表した。引退後に同年7月から母校の朝日大学の職員として働く予定が示された。2019新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、現役時代で稽古をしたのは3月場所前の3月上旬が最後となっていた。 2019年3月場所に幕下上位で大敗し、同年に35歳となったことから引退を決意したという。大学職員として働くにあたってゆくゆくは、相撲部のサポートにも携わる意向が公開され、自分は関取になったが、幕内に上がることができなかった。関取、幕内に上がるような力士を育てたいと抱負を語った。特異手はき押し、右四つ。 寄り倒し。入門当初から新十両までは主に突き押しを使用していた。とりわけ体格を生かし、迷わず、勘抜きに持ち込んで崩して繰り出す寄り倒しにより、土地や歩、軽転回など、多数の力士が重傷を負ったとされる。一方で、外四つ相撲の特性上長身力士や、速攻の突き押し相撲には、弱い傾向にある。右のドアで攻め立てる相撲も、得意としている。 ありがとうございます。